まに行くならこんなお城、今日はですねこちらのお城にやってきました。お市場でございます。いや嬉しいですよ。何を隠そう、ここはですねもうほぼほぼ私の地元でございます。ここね行田市なんですけども、お隣に熊谷というね暑い、日本一暑い町がございます。そこ出身でございます。でね、私はねここね毎年年越しの時ねお市場来るんですよ。なんなら私今年の年越しって言っていいんかな、2020年の幕開けはまさにここですよ。ここでスタートしておりますんで、とってもねとっても思い入れの強いお城でございますんで、見てくださいよ。三階櫓とね、あの東門がねありますけども、まあ、これはね当時の姿をイメージしてということでね再建したものでございます。さあそれでは行ってまいりましょう。行きましょう行きましょう。あ、鯉がいるね。でっかい鯉がたくさんいる。うい。全然近寄らない。ここもね、かつてはね、あの水堀だったらしくて、内側にここに、ここにね、門はなかったんだけども、1個入って、車があって、その奥にね、本丸があって、で今ね、本丸はね、博物館になってます。さあ、じゃあちょっとお邪魔しましょう。久しぶりでもないな。今6月下旬ですけども、半年ぶりですね。年越し以来ですから。市場の由来。市場の由来書いてあるんですよ。市場。成田さんですね、お殿様。まあ、お市場というと話題になったのはやっぱり、のぼうの城ということで、和田亮さんがね書いた小説が、そのまま映画になってかなり話題になりましたね。でその成田さんが文明10年頃だから応仁の乱からちょっと後ですね、ちょい後に作られて、そこからずっと成田さんのお城で、で有名になったのはその野望の城の舞台になったね、石田三成、豊臣秀吉の軍勢を率いた石田三成がお市場を水攻めしたっていうので有名ですよね。はい、じゃあちょっと行ってみましょうね。ここの辺りがね、もうこっちが、ね、博物館なんですけど、これがね本丸の跡です。実はね今日ゲストがいるんですよ。当日、あ、じゃない、前日にね急にお呼び立てしてご紹介します。どうも、暇なお市場おもてなし課中隊、成田中近です。急に呼ぶのやめてちょうだいよ。すいません、ちょっとね、ご時世ですか、マスクさせていただいて。いや、すいません。ようこそお市場へ。昨日、やぶみをね、ちょっと急に、はいはい、そしたら今日たまたまいらっしゃるということで。いつも暇なんだもん、だって、このご時世で。最近ね、ちょっとね、あれ、活動は一旦。そう、我々はそのお市場を中心に大体土日はここに出陣して、はい、我々って、はいはい、まあ我々って言っても分かんないよね。メンバーで言うと、私、のぼう成田長近と、はい、お市場城主の娘だった貝姫。貝姫ですよ。成田家の家老の正木丹波の神、柴崎泉の神、はい、坂巻幸恵、はい、足軽の青と6人で観光 PR 隊として活動しているんです。はい、で最近はじゃあ、まあ活動がちょっと一旦ね、うん、お休み中ということですけど、今日はね特別に来ていただきました。 ありがとうございます。よかった、本当に暇でよかった今日だからこの後お市場、今来たばっかりなんですけど、はいはい、ぐるっと回っていこうと思って、今あの三階櫓のとこから来たばっかりで、一番眺めとしてはあっちからがいいですよね。いいですよね、お市場、三階櫓は。あれもあの江戸時代の市場のイメージしてるんですよね。もともとここは本丸跡なんだけども、はい、本丸にあったものではないんだよね。あれ二の丸三の丸向こうですね。そうだね、うん、あの今水上公園っていう、あれ石碑立ってますよね。立ってる三階櫓跡、うん、立ってるってなんかそんなフランクでしたっけ。フランクだしこんな感じ、こんな立ってる立ってる立ってる、あのね今ねゲートボール場がねあるところにねもともとあったんですけど、ちょっと待ってください、ちょっと待ってください、誰ですか。お友達ですよ、ご近所さんですよ。あのご近所さん、おもてななあの師匠のおもてなし甲冑隊さん、ここがいいんですよ、またね。あの他の言っていいか分からないけど、
の岡田武将隊の人はあの若い女性たちとかが、ね、とファンが多いんですけど、何その若い女性のファンがいないみたいな言い方やめてる。いないけど お師匠はもちろんいらっしゃるんですけど、ご近所さんと仲いいんですよ、ね、ご近所さんと仲良くしていかないとね。素敵ですね。あれ行田の方です。そう、近くなんです、はい、あ、いつもお話しするんです。そうです。さっきだってずっとここでお二人で、そうそう、そこのプールの話とか言いました。いろいろ知ったんです。ちょっとじゃあせっかくですか、あの可燃とこもご紹介していただきますか、ね、じゃあちょっと移動していきますか。はい、はい、あ、さっきね僕その年越しの話してたんですけど、今年なかったんですよね。去年から今年にかけてね、今まではここで、ここすごかったですね、人ね。そうそう、ここ年越しはね、ここで市民を中心にたくさんの人が集まって、うん、でこの上にあのロボさんね、そうカウントダウンの大体司会をさせてもらうんです。市長がいらっしゃったりとか、うん、発注隊の方何人かいらっしゃってやってたんですよね、うん、で僕毎年それ来てて、で今年も行こうっていうので、うん、まあ、実家の車でいつも来るんですけど、うん、その直前ですよね、連絡くださったの、はい、今年ありませんよ。ごめんね、もっと早く言えばよかったんで。もうあのもう行くしかないと思いました。あ、もうなくても行こうと思って、だから真っ暗な東門の前で僕年越しましたよ。ごめんね。だからいつも あそこで鐘をつくんですよね。うん、そうそう、ゴーンゴーンと。普段は登れない場所なんですよ、あそこって、はい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 、で、あれレプリカの鐘が今吊るされているんですけども、はい、あの江戸時代に三方領地がいって言って、あの桑名と白川と四条、はい、両方が入れ替わったね。でその時、はいはい、桑名から送られた鐘のレプリカがあそこに釣られてる。奥平松平家の方が持ってきたんですよね、うん、持ってきて、わざわざ持ってきたのがレプリカで、本物は郷土博物館、本丸のね博物館にあるということで、それがねもう着きたいな、なんとかね再開してほしいな。だからあの押し東照宮って隣にあの昔の諏訪郭ってとこに、うん、あの家康さんを祀ったのがありますけど、あっちでは、ね、やってました、あの年越しというか、そう、ね、はい、年始のご挨拶みたいなの。ごめんね。いや全然大丈夫です。すみません、それを言いに来たんでしょ今回。違う違う違う、もっとなんで早く言わねえんだっていうのを言いに来たんでしょ。だって僕あれガキつかみながら知りましたからね。本当申し訳ない。でもまあしょうがないですね、いろいろね、うん。それ言いに来たわけじゃないです、今日は。だからその魅力を、あのこの後ね、うん、あの、まあ、博物館行って、うん、であとはあの本丸のところ土塁行って、 はいはいはい、あとやっぱあれですかね、土塁ね、土塁まだ見てない、はい、土塁見てないですよ。あ、そうですか。今まで何回も見たことあるでしょ。おります、おります。あの最初に言っとくね、今全然整備されてません。あら。え、前は土塁感ありました、綺麗にさちょっと整ってたけど、はいはい、ちょっとあまり草が刈られてない状態で、ね、あらららら、まあ、この季節だし、うん、しょうがないですね。なんかちょっとね、はい、幻想チェックよ。なるほど、うん、じゃあちょっと想像で補います。想像で。今日めちゃめちゃ曇ってますけど、逆にお市場はいいですよね、水攻めに合ってる感じでね。そうなんですよ、水攻めの時大体この季節ですよね。そうだね、旧暦の6月から7月にかけてですよね、うん、そうすると今6月下旬ですけど、今やってる最中、戦は行われてる最中でしょうね。大変でしたね本当に。で、あのこれ野坊さんと会うとよく喋りますけど、実は僕のご先祖様が、うん、おそらく籠城してたっぽいということで、すごい、ね、その説はお世話になりました。いえいえ、でもそんな義輝くんは石田三成さんが好きなんでしょ。これがね、先祖が籠城してるって知らなかったんですよ。ああ先に三成好きになっちゃって、はい、いろいろ調べてみたら成田家の家臣名簿に先祖がいるっぽいんですよ。そう、なんか不思議な禁じられた恋みたいな感じ。すいません、どうも。いろんな声がありました。そうなんですよ。かわいいですね。あ、これね、どっち、こっち、こっちかな、どっちかな、こっち側にね、イラストがついてますか、ここ。これあれだ、あの、正解して、正解して、あのね、行田の、はい、行田のフラ、キャラね、フライとか、あとあれだ、ゼリーフライ、そうそうそう、ね、ゼニちゃん、ゼニちゃん、そう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 、近いですよね。それじゃなくって、それ小銭ちゃんね、小銭ちゃんはゼリーフライのいるキャラで、こっちは行田フライのいるキャラで、フラベの方です。フラベ、もうあれ違い分かんないっすよ。いいです、いいです。そんなもんでいいんです。これ売ってますか。これ売ってますよ、あのブラッド行田っていうね、行田、はいはい、市の商工センターがあって、そこの地下にいろんな行田市内のお土産もまとめて置か
われているところで、これはフラベだけど小銭ちゃんのマスクもありますし、あ、そうなんですね、うん、あと成田家の家紋が入っているマスクもありますよ、その三つ引きがね、まあ嫌かもしれませんけど石田さんファンとしては。いやいや、私先祖お世話になってますから大好きですよ成田家は本当にそうなんですよ問題なければね、はい、いいですね、はい、このご時世ですからね、そういったグッズもいいかもしれないですね、はい、じゃあまあ7月8月に入って徐々にそうお市場もてなし甲冑隊としても今その出陣に向けて準備をしておりますので、はい、7月からまた出陣して案内などもできればなと今計画しております。土日を中心に活動しておりますので、あと行田とか埼玉のイベントにもよく出演もありますので、ね、またどっかであのご一緒できるといいですね、うん、そうね、最近なんか名古屋城のおもてなし部招待、あ、そうらしいじゃない、お仕事することが多くてちょっとすみません浮気者本当だよやっぱあれあの女性のファンが多いところに行くっていう感じ、綺麗だな、おじさんファンよりじゃないんです、近い近い近い、おじさんおばさん素敵よあれ帰っちゃった、あれいない、いつもいいか帰っちゃいました、ね、時間があるんですよ、あ、そうなんです、まあ、穏やかな街ですんで、いいですね、よかったらね、ぜひお越しいただき、はい、お待ちしております。すいません今日はお呼び立てしまして本当にありがとうございました。またご一緒できればと思います。お会いしましょう、ありがとうございます。この辺りがまさに本丸です。あ、案内板あります。そうそう、あのね、行田はね、旅の街なんですよ。こう書いてありますけど、昭和13年頃には年間約8500万足、全国市内の約8割をね、占めてる旅の街だったんで、あの、その旅を入れてた蔵とかが街中にたくさんあるので、またこの蔵を巡るっていうのもね、行田はね、楽しいんですよ。で、この旅が、旅の会社がモチーフになって、ドラマになってますよね。はい、そうです、陸王のモデルはまさにこの旅の町行田なんですよね。さあじゃあこっち行きましょう、本丸の方。今ね本丸に立つのが行田市郷土博物館。さあじゃあ中行ってみましょうと言いたいとこなんですけどね、普段はね中撮影ができないということで、これはね、現地来て楽しんでいただきたいんですけども、まあ、まさに行田の歴史が分かる場所で、まあ、先ほどのね旅の歴史も分かるし、その前はねここ忍城があって、そして水攻めとか、にもあってますので、そういった歴史がねジオラマとかも展示されてて、ね、これがね楽しいんですよ。ぜひ現地来て見ていただきたい。あ、懐かしのポスター当てられますね。ノーボの城の、いや懐かしい、そうそう、野村萬斎さんがね主演で、でそうだ、平武宏さん、そうだ、夏川雅家で、で山田孝之さんもいて、でこっちがお市場舞台か、野村萬斎さんいて、榮倉奈々さんいて、ぐっさんもいてか、そっか、懐かしいですねこれね。本丸をねぐるっと回りましたんで、あ、そうだ、あそこ行こう。お市場はね、道路作るとか町づくりのために結構工事が進んで遺構が少ないんですよ。ただね本丸にあった遺構がね一箇所残されてますんで、そこ行きましょうか。あっちです。でそうだ、本丸の遺構の前に、あ、そうだ、これも一応そうだ、お市場、お市場の矢倉の石垣ということで、これ元禄だから徳川綱吉さんの時代の3階矢倉、2階矢倉のその時の石垣か。普段このこっちの方からしか見ないけども、入試みたいな歯の形してますよね。で意外と奥行きがないんですよね石垣ってね。この辺りはもう土とかちっちゃい石詰めてるだけなんで、この表面のとこだけ石垣が積まれてるんですよね。行きましょう。あ、これもね本丸の遺構ではないんですけど、お市場ゆかりのものです。お市藩っていうのが江戸時代置かれて、その中心がここだったんですけども、その、お市藩が学校を作ってるんですよ。新習慣っていう藩校と言われるものを作ってるんですけど、その表門だというふうに伝えられてます。はいはい、藩校の新習慣の表
モテモンであったと伝えられているものを移築した。で、ね、新習慣って今ね高校名であるんですよ。行田新習慣、今新習慣高校かな、そこの高校の名前はね、お師範の藩校のね、新習慣から取ってるそうです。さあ、じゃあ本丸のね一個見えてきましたよ。あ、本当だ、ノボさんが言った通りだ。草がなかなかボーボーだな。これが、お市場でしっかりと残ってる、まあ、唯一の遺構って言っていいかな。本丸と二の丸のところの土塁ですね。土塁と堀。ああ、草生い茂ってますね。まあまあこの季節ですからね。前は登れたんだよな、向こうから登れるんだ。あ、案内板は前のままですね。本丸土塁、本丸の西側を囲む土塁ということで、橋で渡す、橋で結ばれてる。まあ、ここだけなんですけどね、一部だけ残ってます。で、二の丸は何が立ってるかというと中学校です。お市中だったかな。お市中は友達いなかったな。お市中学校がね立ってる。いいですよね、学校が二の丸のところに立ってるんですからね。なので私が今ここにいますけど、ここはあの堀底ということでね、おそらくここもね水が張られてたんでしょうから、水堀がぐわーっとね巡らされてたわけですよ。本丸と博物館ぐるっと巡りました。で、続いてはじゃあ、お市場土塁しか残ってないんだという方大丈夫です。あのお市場といえば水城、推しの浮城なんていう、別名亀城とも言われてましたけども、水堀が有名です。なぜかというと荒川と利根川に挟まれた場所にございますので、その水をうまく引き入れてたということで、そのね水城であるその名残がねしっかり残されておりますので、そちらに行きましょう。博物館の方からねこっちの方来ましたけど、どこかというとね南側の方です。この辺りもね水堀がぶわーっと巡らされてて、車がねいくつかあったんですけど、一個一個 もう島みたいな感じ、島がこうつながれてるような中で、二の丸三の丸ってあって、この辺りにねこれね三重矢倉跡ですよ。あの再建した矢倉のモデルとなった、矢倉が、ね、ここに、ね、立ってたんですよ。でお市場は、ね、天守は、ね、これなかったんですよ。天守ないお城結構江戸時代多いんですけど、そのうちの1個ですね。でここからどこに行くかというと、さっき言った水城の痕跡が残ってる場所っていうのが、ね、あるので行きましょう。あ、これかゲートボール場ってのぼうさんとあのおじさんが言ってたやつ。まあお城巡りするときはよくやるんですけどね、縄張り図とかね、昔のマップをねダウンロードしてね、スマホで見ながら歩くんですけど、こんなこう、こっちの、そうだな、成田門を出て三重矢倉のとこに行って、でこの辺りがもうね一体ね水堀どころじゃないですよ、沼です。沼が一気に広がってたんです。すごいよな、こう城下町が両サイド東と西にあったんですけど、その中に水堀に囲まれたお城があったんですからね。でさっき言った本丸は実はね、もともとね、野球場だったんですよ。野球場でずっと使われてて、僕が生まれた前の年ぐらいかな、1985年ぐらいまで使ってて、そこからじゃあ、こう歴史的な場所にしてみましょうというので、博物館にしろ三重矢倉にしろ建ったそうなんですね。でその時かな、その頃の前後かな、この辺りも整備されて、お市場のその水城っぷりが分かる場所がございます。あ、気をつけてくださいね。いや、来た来た来た。いや、さあご覧ください、これがお市場が水城って分かるやつだ。水上公園、わこれですよ、お市場というのはね、水城公園とね書いて水城公園。ここはね、さっき歩いてきたところから一帯沼地で、その南側の一箇所一角だけで、ね、残されてるんですよ。それが整備されてるのがこの公園なんですね。昔からで来るためにね
釣り人がたくさんいるんですけど、何が釣れるんだろう。これが一帯に広がってたわけですから。でおそらくですよ、おそらく当時沼だったら水草とかね、草がボーボーだったと思うんですよ。その名残が多分こういう感じですよね。当時この季節、6月下旬梅雨の時期とか、まさに水攻めの期間はこういった葦とかそういった水場にいる草たちが鬱蒼としてたんじゃないかなと思うんですよ。見せたかったのはこれですここいいですよ。ゆっくり一周ね、歩いてもいいし、散歩してる方もいるし。すいません、すいません、こんにちは。あの、僕一応地元民なんですけど、何が釣れるのか実は知らなくて聞きたいなと思ったんですけど、あ、何が釣れるんですか。ヘラブナ。ヘラブナ、普通のマブナ。マブナ、へえ、船系ということですか。じゃあそうですね。ほんであと鯉。鯉、うん、へえ。今日はどうですか。今日はまだこれ2頭目だから分かんないけど。あ、今いらっしゃったばっかりで、はい、よくいらっしゃるんですか。そうね、ありがとうございました。はい、さあということで水上公園ね、ぐるっと回りましたけども、この後はじゃあ、あ、おおお、陸王のロケ地、はい、役所広司さんがこの周り走ってましたね。そう、陸王のモデルはね、この行田ですから、行田の旅ですから、旅の工場ですから、あの結構ねロケ地になってて、僕の知り合いとかもエキストラで、ね、出てるんです、何人か。あの陸王の会社なんだっけ、あ、小はず屋の会社員とかでエキストラで、ね、出たりしてるんですよね。さあ、じゃあ水上公園をぐるっと回りまして、この後どこに行くかと言いますと、市場というと何回も言いますけども、やっぱり1590年天正18年の石田三成を率いて攻めた時の水攻めですよ。水攻めの時に石田三成が陣を張った場所というのがね、残されております。そちらに行きましょう、行きましょう。